結果を残していけるようにね、努力するだけです。もちろん期待してくれることは、すごい嬉しいですけど、まずコンディションをしっかり整えて次回準備したいと思います。セレッソで流してくれてる曲は僕は一番好きですけどね、クイーンのロックユーですね。セレッソのやつ、ね、ウィウィリューロックユー、はい。2014FIFA ワールドカップ日本戦全試合を完全中継する東京 FM では、日本代表選手に音楽でエールを送るスペシャル企画、サッカー日本代表のチアアップソングスを展開中です。お送りしているのは日本代表選手柿谷陽一郎選手のチアアップソング、クイーンの We Will Rock You なんですけどね、今日はスタジオに上野由紀夫さんをお迎えしてお送りしてますが、はい、まあ、この曲は上がりますね。上がりますし、僕モノマネで出たことあるんですよね、2回ぐらい。え、クイーンの、はい、フレディ・マーキュリー似てるって言われてはい、歌える？歌えないです。 We Will Rock You 言うただけですけどモノマネ紅白とかで2回ぐらい出てるんです、ノーメイクで。あんまりそれでチアアップされないかもしれないけど、まあ、顔は似てません。わかった、今帽子取って拳上げてくれてますけどね、はい、これだけです。もうあの本当に一瞬芸です、瞬間芸です、ね、瞬間芸って、あとねいろいろありますよ。いろいろありますか、はい、ナビタイムのおじさんとかね、はい、似てる、はい、ということで柿谷選手、はい、本当にね、頑張ってほしいですね、日本代表。本当に頑張ってほしい、ね、あの心のエールをちょっと1万8000キロ遠くですけれども送りたいと思います。すごいプレッシャーと思いますから ね皆さんね、さあ東京 FM ブルーオーシャン、私住吉美希と今日はデニスの上野由紀夫さんを迎えして、はい、あなたが